日本のバス釣りってなんであんな特殊というかおかしな釣り方ね、そうね、もう石膏釣りの嵐になってしまいましたからね。もうだから、バスフィッシングそれでそのバスフィッシングがつまんなくなって皆さんやめて他の釣りになったんですね。だからどん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 石膏釣りあれはねいけないのはねテレビですね。テレビに出てる連中が石膏釣りにこう走ってしまったっていうのがね、これはもうメディアのせいです。もっとかっこいい釣りを見せてあげないとダメなのにね、釣れればいいんでしょっていう世界になってしまったというのが、それともう一つ、今までテレビに出たことがない人たちがですね釣り便所の道具に出てくるわけですよ。そうするとそこでもって番組の中で、釣れないと、かっこ悪いわけでしょ。だから出会いでも釣るっていう番組の作り方になるんですよ。だからシーズンがいい悪いとかそんなの関係なくて、結局バスの番組はずっとバスの番組だけやりますよね。そうすると、1月のバス、2月のバス、3月のバス、4月のバス、5月のバス、6月のバスって、そのバスのいい案付けだっていい時も悪い時もあるでしょ。にもかかわらずそれをやる。だから昔はだから釣りロマンを求めてとか、ザ・フィッシングなんかもそうですけど、例えば、ヘラブナの釣り、春先のノッコミ3月の、20日ぐらいにロケしたいんですって言ったら、ヘラブナいいね、バスにはちょっと早いね、だからそうするといい方を取るわけですよ、ね、で6月のアユの解禁っていうのはそのいい方を取るんですよ。だからいい釣りっていうのが、ところが番組があまりにも増えすぎてしまったためにですね、延々ずっとそれやんなきゃいけなくなるんですよ。だからそうすると釣れない、もうターンオーバーやなんかで釣れないはずの11月のバスの番組、釣れやしないよそんなもんっていうのがあるにもかかわらず無理やり釣ろうとするから、もうせこい釣りに入る、じゃあ12月1月2月なんて普通の状態で普通に釣りをやったら、まあそんなに釣れるわけがないね。そこで1時間番組持たせようと思うと、何としてもそこでもって魚出そうという魂胆になってしまうんで、違う釣りになっていっちゃうんですね。あれは、まあ、釣りビジョンが良くないというふうに考えてもいいでしょうね。だからもう少し違う作り方を、番組がしていれば、良かったんですけども、僕は釣りビジョンに出てる人間ですけど、僕らの、番組は、まあ、今度は外してますけど、いい時にいい時期にいい場所に行く、なかなかこれねやらせてくれてないのだから、これも釣りビジョンのせいなんだけど、一番いい時に一番いい場所に行けばいいのね本当はね。でそうするとそれ見た人は、じゃあその見てそれで行こうとするともういい時期外してるのよ、だから釣れないわけね。だから俺たちは何としてもそのちょっと前ぐらいやんなくちゃいけないっていうのが出てくるわけです。切り抜き動画見た皆さん、こちらの方ですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。